失礼します。おい。あ、すいません。あらら、どうした？ごめんなさい。どちら様から？あの、平尾と申します。あ、平社員の平尾君。入社2年目だ。どうした？入社2年目の平社員の平尾君が社長室に急に一人で来るだなんて。すいません。見てほしいものがあります。おー、なんやねん。なんか新しいプロジェクトか。おいおい。うん。おー、はいはいはい。おいっす、おいっす。ん？はい。なんやそれは。あ、ジャクソン5の長男のものまねです。は？あ、どれぐらい給料上がりますかね。どういうこと？あ、給料上がらないですか。どういうこと？ちょっとでもいいんで、給料。何ジャクソン5の長男のモノマネ？はい。何それ？どういうこと？なんで、今やったんで、給料ちょっとだけでも上げてもらえたらなと思って。いや、せめてマイケル・ジャクソンやん。マネするやったら。俺、どれが長男かわからんし。あれ？どういうこと？給料上がるわけだよ、お好きなんかなって。マイケル・ジャクソン5の長男のモノマネしたら給料上がる？はい。何それ？騙されたは？いや、杉原さん、あれやろ、ああ、杉原がボケで言うたやろ、それ、多分。それ、いや、杉原くんはほんまは、はい、あの、杉原くんやろ、はい、杉原くんはほんまは、そんなわけないやろってすっごい待っとったやん。ほんなら、お前が勘悪いせいで、お前マジっすかって言ったことやん。お前、ノリ悪いわ、それは。わからんと、そういうお笑いを。あ、すみません、1000円だけでもいいんで、あげてください。こんな機会ないんで。赤いよ。お願いします。赤いよ。100円だけでもいいです。赤いよ。月100円だけでもいいです。あげてください。赤いよ。100円。あかん。10円。あかん。5円。あかん。5円あげてください。あかん。5円だけであげてください。むしろ減給やって。月5円。むしろ減給やって。減給？うん。うわー、ドツボ。失礼すぎるやろ。これドツボ。うん、そりゃそうや。3文字で言ったドツボ。3文字で言う必要ないけどやな。これドツボ。お前、杉原君からしたらすごいノリ悪い子やぞ。ドツボだ。4文字で言ったドツボだ。ほんま杉原君ボケたや。あの社長にジャクソン5の長男のモノマネしたら給料上がるらしいで、そんなわけないやろって待ってたら、お前マジっすかってほんまに言っとんぜ。お前あれやな、こういう面白みもないからお前は出世せえへんタイプや。やば。おう、2文字で言うとやば。しかもその分かった状況でさらに100円でも10円でもみたいな言うてるやん。3文字で言うとドツボ。ケチくさいしな。4文字で言うとドツボだ。2文字で言うとやば。おい、それ3文字と4文字ずるだよ。それ3文字ドツボで4文字ドツボだわ。で2文字やばわやけど、それずるない。給料上がれー。それ誰のマネ？ビスマルクです。ああ、俺ビスマルク世代やで。世代なんですか？お、俺ビスマルク世代って何ですか？30代やもん。あ、そうなんですか？おうおうおう。あ、もっと上、60代ぐらいかな。違う違う違う。あ、そうなんですか？小2の時に J リーグ開幕した。いや、今のじゃ響きましたよね。いや、日々だけど給料は上がらん。5円だけでも。あかん。あー。お前、その食らいつきようがさらに、お前、減給に近づいてるで。諦め。4文字言うと諦め。何や、こいつ。誰や、あいつに文字数制限したやつ。チャンネル登録、よろしく。よろしく。4文字で言うとよろしく。5文字で言うとよろしくね。チャンネル登録、チャンネル登録。わからない。何文字かわからなくなっちゃった。ジャルジャルタワー。